2017年名古屋市長選挙は、日本の地方自治体である名古屋市の執行機関である名古屋市長を選出するために行われた選挙で、2017年4月23日に投開票。現職の河村隆の人気満了に伴う選挙。この選挙は、改正された公職選挙法において、 選挙権が20歳から18歳に引き下げられてから初の政令指定都市での市長選となる。2016年12月27日に前副市長で弁護士の岩木正光が記者会見を開き、正式に立候補を表明。なお、岩木は2013年に河村市長の要請で副市長に就任したが、 度重なる市長との意見対立により2016年5月に任期途中で解任された。現職の河村隆史は2月22日に開会した名古屋市会の初信表明演説の中で3期目を目指して出馬することを正式に表明した。2017年4月には元自動車会社社員の大田敏光が立候補を届け出た。現職、 河村が4回目の当選を確実にした。投票率は36.90%だった。開票結果は下記の通り。当日有権者数183万5747人。最終投票率36.90%。ありがとうございます。